看護や介護を学ぶ学校では新型コロナの影響で病院や施設など現場での実習が十分に実施できない問題を抱えています。こうした中、三郷町にある看護学校では実習に仮想現実 VR を取り入れるなどさまざまな工夫が行われています。三郷町のハートランド市議さん看護専門学校です。この学校ではカリクラムのおよそ3分の1が病院や介護などの現場での実習でしたが、感染拡大以降実習の機会が十分に確保できていません。とりわけ認知症の高齢者や精神疾患を抱える患者の看護を学ぶ実習の機会が減ったといい、これを補うため学校ではさまざまな工夫を行っていて、この日行ったのは学生が VR を使って認知症の高齢者が実際に見ている世界を体験する実習です。認知症の高齢者にとって車から降りることは崖から突き落とされるよう見え、恐怖を感じることを VR の映像によって学んでいきました。そしてこうした体験を踏まえ、認知症の症状がある高齢者を不安にさせないためには自分が患者の視線を合わせて安心させることが大切であることなど、現場での看護のノウハウについて理解を深めていました。今コロナでその現場の看護師さんたちも大変な思いをされている中で、僕たちも早く一人前となって少しでも力になれるように勉強を続けていきたいと思います。なかなかその心の部分を一緒に感じてみようとかっていうのは難しい部分がありますので、それはとても VR 使わせていただいて学びは大きいと思います。やはり患者様の立場に立って看護ができる学生を育成したいと思ってますので、これからも本当に試行錯誤を重ねながら努力していきたいと思います。